本校では古代哲学を列挙する。西洋哲学ではローマ帝国におけるキリスト教の普及がヘレニズム哲学の終わりを告げ中世哲学の開始を導く。一方東洋哲学ではアラブ帝国を通じてのイスラームの普及が古代ペルシア哲学の終わりを告げ初期イスラーム哲学の開始を導く。本校において述べられる時代、地域はちょうどカール・ヤスパースが述べる。 数軸時代にあたる。当該項目も参照。アテナイのアクロポリスのフクローラファイロのアテネの学童、討論に引き込まれた勢揃いした古代、ギリシア哲学者を描いている女神、アテナのフクローが、哲学、フィリア、ソフィアの学の誕生を象徴している。古代ギリシア哲学は、イデオロギー的な連続体をなしている。イスラエル、エジプト、メソポタミア、 ペルシアといった先行する古代文明と結びついている。ギリシア哲学の開始が中国、インド哲学の開始とほぼ同時期だったことは数軸時代という術語で表されている。小アジア東端の英外海沿岸部にギリシア人が移住したことによって古代ギリシア哲学が始まった。そこではソクラテス以前の哲学の一つ、イオニア哲学が始まった。彼らは ホメロスの女ジ,ジシの神話的な世界観に対して自然哲学的な世界の説明を退治した。例えば、ミレトスのタレスは紀元前585年に日食を予言している。ペルシア戦争で勝利したというアテナイの自己主張とアテナイのアッティカ同盟内での先誓によってアテナイは紀元前5世紀のギリシアの文化と広範な哲学的発展の中心地になった。 古代の中心に影響力を及ぼしたローマ・ローマ帝国において宇宙の秩序、人間の本性、そして正しい生き方について考えることが全面に押し出されてきた。ここで新しい形の大きな問題が立ち上がってきた。すべてのものはどこからやってきたのか。徳とは何か何が最初の原因の始まりなのか真理とは何か何が良いものか何が幸福か とうとう。アテナイはソフィストたちが集まる場所となり、ソクラテスの住んでいる町でもあった。ソクラテスの影響は、プラトンの学派を通じて、哲学史の前時代に存続した。プラトンは、自身の学派、アカデミア学派を創設し、同様にアリストテレスも、商用学派を形成した。それらに加えてその後すぐに、アテナイにエピクロス派とストア派が現れた。 これら4つの学派に対して、ストア派の訓導を受けた、鉄人王、マルクス・アウレリウス・アントニヌスは176年に、アテナイに滞在した際に4学派の講座を創設する、ことで敬意を表している。ソクラテス以前の哲学者古典ギリシア哲学者、ヘレニズム哲学、ラファエロのアテネの学童で、古代の画家、コスのアペレスとして描かれた、ラファエロのそばに描かれたザラスシトラ。 c ーオルソー、二元論、実体二元論、性質二元論、記述二元論古代には、インドのベーダとイランのアベスターとは関係があるが、社会の中での人間の位置に関する密接な関係と、宇宙における人間の役割に対する考え方の点で、インド、ペルシア哲学の二つの主な派閥は根本的に異なる。キュロスの円筒印象として理解される、 キュロス大王による人権の最初の検証は、ザラスシトラガノベ、ペルシア史におけるアケメネス朝の時代の、ゾロアスター教によって発展させられた問題を反映したものとしばしば見なされる。ゾロアスター教やマニ教の考えや挑戦と結びつけて、考えられるといった古代、中世のヨーロッパ文学に対する顕著な影響に、加えて、近年の西洋文学において、ペルシア哲学が現れ、 様々な方法で扱われている。二つの著名な例、ユダヤ哲学、キリスト教哲学も参照プロティノス古代インド。哲学は二つの古代の学派、つまり、シャモンとベーダの融合である。インド哲学はベーダと共に始まる。ベーダでは、問題は、自然法則、宇宙の起源、そして、問いを発する人間のいる場所と関連付けられる。有名なリグベーダの、 想像の参加で、詩人は以下のように歌う、あらゆる想像が起源を持つ場所で、非、それを作り上げるのか作り上げないのか、非、意と高き点より誰がそれを見渡すのか、彼は知っている、あるいは彼でさえ知らないのか。ベーダの考えでは、想像は太古の存在の自覚として描かれる。これによって経験的現象の多様性と万物の起源に通底する。 一つの存在への問いが起こる。宇宙秩序はルタと呼ばれ、物事を引き起こす法則はカルマと呼ばれる。自然は三つの形をとる。ジャイナ教と仏教はシャモン哲学と連続的な存在である。シャモンは苦しみに満ちたサンサーラという世界観を作り上げ、国旗と苦行を奨励した。彼らはアヒンサー、カルマ、ジナーナ、サンサーラ、 微毛舎といった哲学的概念を力説した。古典時代には、こういった問いは6つの学派によって体系化された。そのうちのいくつかの問いは、六波哲学、インド哲学の他の学派、ブッダ・チャールバーカ、または、ローカーやタは、漢語では、順与派といい、ヒンドゥー哲学の一学派である。様々な形の哲学的会議主義と宗教的無関心を当然視する。 ローカーアヤタの著者である、この派の創設者の名を取って、チャールバーカと呼ばれるようになった。ヒンドゥー哲学の概要で、チャールバーカは、真理のない思想であると分類される。仏教及びジャイナ教もナースティカだとされる。チャールバーカは、唯物論的、無神論的学派であると、特徴を付けられる。インド哲学においてこの学派は正統派である六派哲学に数えられていないが、 ヒンドゥー教において、唯物論的運動があった証拠として、注目に値する。チャールバーカ派は、様々な無神論的、唯物論的、自然主義的信念を持っていた。チャールバーカでは、死後の世界、死後の生などないと信じられていた。要素それ、自体から前方に飛び出す。しっかりした知識が破壊される。知識が破壊されると、死後に、いかなる知性も残らない。 自然主義チャールバーカではある、種の自然主義が信じられていて、あらゆる物事は一人でに起こり、一人でに生まれてくるとされた。火は熱く、水は冷たい。すがすがしく、ひんやりとした朝の涼風。何によってこうした個性が生じるのか。彼らはそれ自体の本性に従ってそうなのだ。官能的な短歴道時代の多くのインド哲学と違い。 チャールバーカでは、官能的な短暦は決して悪いものではないと考えられ、むしろそれは追い求められるべき、唯一の楽しみであるとされた。人に起こってくる快楽、感覚されるものに触れることによって、それが打ち捨てられるのは痛み、愚か者の考えのような、と一緒に来る場合だけ。米粒、最高級の白い粒が豊かで、自分の真の関心を追い求める人、 それらを投げ捨てて、なぜなら空や誇りを覆うため、命が続く一方で人を幸せに生きさせよう。彼にバターを食べさせるが彼は借金をする。ひとたび肉体がゴミとなれば、どうして再び蘇ることができようか。宗教は人が発見したチャールバーカでは、宗教は人が発見して仕立て上げたものだと考え、神の権威を持たなかった。 ベーダの三人の著者は、道化師、悪党、悪魔である。賢者、ジャルファリ、トゥルファリ、その他の、よく知られている、式すべて。アーシュバメーダで命令される女王のためのわいな、儀式すべて。これらは、道化師が発明したもので、神官に対してなされる、様々なことすべて。生物が食事を行うことは、同様によるうろつく悪魔が命令した。 中国哲学は日本、朝鮮、そしてベトナムを含む漢字文化圏で支配的な哲学的思想である。諸子百科諸子百科は春秋戦国時代に栄えた哲学者、学派である。同時代に中国では大きな文化的、知的発展が起こった。同時代の後半は混乱と血みどろの戦闘を含むにもかかわらず、 中国哲学の黄金時代としても知られるというのはこの時期に広い範囲の思想、思考が自由に討論され発展したからである。この時代に討論され洗練された思想、思考は東アジアの国々で今日に至るまで生活様式、社会意識に大きな影響を与えてきた。この時代の知識人の社会は旅をする学者の存在によって特徴づけられる。 彼らは、しばしば様々な国の犠牲者に参謀として、召し抱えられないせ政い、戦争、外交に関して助言を授けた。この時代は、新王朝による中国統一とそれに続いて起こった、紛書工事によって終わりを告げた。干書には十の主な学派が列挙されている、中国の帝国時代初期統一新王朝の創設者は、法家思想を公式哲学として実施し、 紛所工事を行った。漢王朝が銅歌を採用し、さらに後には儒家を公式に協議として採択するまでは、放家が影響力を保った。銅歌や儒家は仏教の到来までは中国思想の中でも決定的な力となった。儒家は漢王朝の頃に特に強力であった。その最大の思想家は当中女で儒家思想を 当中女の学派の思想や語行説と統合した。また、彼は今文系学を普及させた。それは孔子を神で中国の精神的な支配者であり、予知能力を持っていて普遍的平和へ向けて世界の革命を開始すると考えた。対照的に古文系学が存在し、彼らはずっと信頼性の高い古代の言葉で書かれた孔子の著作の使用を衝動した。とりわけ、 彼らは孔子を神同然の人物とみなす憶説を論爆し、孔子を偉大な賢者ではあるが死すべき人間に過ぎないと考えた。3世紀から4世紀にはネオタオイズムとも呼ばれる幻学が起こってくる。この運動の最も重要な哲学者は王筆、向井周、そして格蔵である。この学派の主な問題は存在は非存在から生じるか否かというものである。 こういった竹林の七剣のような動化哲学者に特有な性質は風流、つまり自然や本能的な行動に身を委ねようというある種のロマンチックな精神である。仏教は紀元後一世紀頃に中国に到来したが南北朝時代、つい、唐の時代になって初めて大きな影響と中国社会からの認知を持つに至った。はじめのうちは仏教は 道教の一教派と考えられ、道教の開祖老子について、インドに行って、自身の哲学を仏だに教えたのだという伝説も存在した。中国では、大乗仏教は、ライバルの上座部仏教よりもずっと成功した。仏教の両派と共に、中国土着の教派も五世紀に交流した。二人の主に重要な創哲学者として、そうはじめと道夫がいる。 しかしおそらく最も重要で独自の強派は、前週で日本に対しても大きな影響を与えた。ありがとうございます。